LED の熱の数が増えて減ってる気がしますね。さあ、岐阜大和インターが、あと600キロメートル。ああ、でもいい景色。ちょっと雲はありますけど。まあ全然雨が降る心配は全くないような感じですよね。いいですね。山、雲、青空。うん。わざわざね、渋滞するね、真っ只中の方に、ね、向かっていく必要ないです。こういうところ行けばいいです。スカイバックス300メートル。いいじゃないですか。まあ、高いね。案内標識、横向いとる。何やったんや、あの標識。あれかね、凍結注意とかの看板を、夏場は、旅行向けてあったりするのかな。わざわざするかな、そんなこと。さあ、案内出てきます。そうですね、やっぱ白鳥ですね。あさあ、白鳥インターまであと9キロ。おー、意外といい感じで来てるな。3キロ入れるか。途中で飯食ったけど。まあね、こっから一山かりないといけませんからね。追い越し後は走行車線へ。そこへね。前もどこへ行ったと思いますけど。でっかい鯉のぼり揺れてな。ああ、まあ、こっちの方だとそうですよね。鯉のぼりでかいな。高速からパッと見ただけわかるもんが。でっけ。地方だと結構出てるね。そんだけ子供がいるってことだ。いいことです。地方の過疎化がね、叫ばれる中でね、やっぱ子供がいるのはね、家庭がこれだけあるっていうのはいいことですね。うん、ああ、残らない。めちゃくちゃ急なのこから急に多い。4% なのこれね。上りからのくらいだからめちゃくちゃ下って見えるな。やっぱそれわざと曲げてんだ。オーベイです。え、もう。これ、それって食べられる。で、また中田川を渡りますと。まあ、この辺りは、ちょうど中田川を行くようにね、高速道路も走ってますからね。さあ、これで白鳥まであと何キロ？で、この白鳥インターはちょっと変わっとって、その下道には行けなくて、中部縦貫自動車道っていう、自動車道に自動的に入る構造になってますね。らしいです。これ降りるの初めて。どういう感じなんやね。とりあえず下道には出れないっていう情報だけちらっと入ってるし。まあ、どうせ私もその中部縦貫道で、山の方に向かっていくっていう感じですよね。いや、めっちゃ遅いの捕まったけど、もう降りるところやからな。100メートルのこともね。さあ、これで白鳥福井方面。ねえ。そしたらね、前もそうですよね。このタイミングだと、ちょっと追い越しに行くにはちょっとしんどいですね。まあ、僕しな、ちょっとバリキャラから行きそうでもありますよ。そこで差があるんで、追い越し車線ピューンとくる、まくってくる車も、どのスピード差もだいぶ出ちゃいますからね。さあ、ETC、どうなるかな？あと、挿入確認して、導入もよし。さあ、ここで ETC が来るか。ね、白鳥方面が、白鳥か。白鳥だと、今回は、しかも、うちは、このままね、福井方面の方行っちゃえばいいと思う。あ、これ通行無料なんだ。あ、なんだ。じゃあいいじゃん。マジで？
めっちゃいいじゃん。無料区間ですけど、7地域制限で設定されてますもんね。あ、うわ、すげえ。車をストーンと抜けれるんだ。あ、これでかいね。すごいね、この道。すごい高いとこ走ってるね。なんか A 列車で行くまで無理やり作った時間みたいな。雪の上を。ずっとワンと言ってますね。バランスに沿ったの。おお、それカタ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 。かっけー、すげー。ちょっと怖いと。投手恐怖症なんでね、ちょっとあんまりこういうところはあんまり気が得意じゃない。うわあ、でも景色はすごいわ。うわ、全然地に足ついてない。あ、この白鳥から白鳥に西って、めちゃくちゃショートカットなんじゃん。あ、めちゃくちゃ便利じゃん。へえ。こりゃ、九頭竜湖行くのこっちの方が便利だね。行っちゃあれだけど。もうちょっと先まで行けるのか、一通りにしよう。これ、そのままストーンと行った方がいいのかな、福井方面は。え、あの上走ってんのもそうなの？めちゃくちゃ標高高いけど、何あれ。あんな上まで行くのこれ。え、なわけないよね。え、トンネルだ、急カーブ。そうしてもさ、え、これどこまで突き出んの？これこのままその福井の方に突き出るのかな？え、飛んでるんだ、急カーブ。1600m 上がらせたいトンネル。上がってるね、このトンネル。上がってますなぁ。そして暗い。なかなか驚くレベルで暗い。いや。え、本当にあの上に出んのこれ。さっき走ってた。だとしたらえげつないぞ。えげつないよ。登る登るわ。あー、耳がきっと来る。後ろからも車も来るけど、かなり恐怖がきついから、そんなに焦らされてもいけないよとか。すごいな。やっぱそうなのか。こういう風に出んのか。ほぼほぼ確かに今、U ターンしたもんな。マジで？ああ、これさっきの上だ。高え。高っ。うわ。え、標高何メートルあるのこれ。えげつない高さよ。
これで第3トンネルすごいわ。トンネルを使いののつづら折りなんだ。えげつないよこれ。うわこれむずい。これなかなか運転するの難しいよ。もう止まってた。え、これ福井、あ、でもそうか、つづら折ってるから一応福井方面に向かってるか。すごい道だな、これ。運転車、あ、ここからぶつけ下げた。なんだ、急に。あ、でも、SBトンネルですごい SB 通道ってなってるね。え、雨降ってきた。なんだこれ、めちゃくちゃ引用連絡みたいなことになってますけど、え、これ抜けたらもう SB ってことは越後とあれだよね。だから越前と美濃を結んでるっていうふうに考えるならもうこれ抜けたら福井だろ。マジでもう着くの？あ、そっか、今2時半だから、そっか。予定通りだと、そっか、もう、福井県に入ってきてもおかしくないぐらいなのか。だとしたら、これめちゃくちゃ便利な道だ。この無料区間はちょっとオプションお得すぎるな。それよかった。元津のあの、地獄の国道の方行かなくてよかった。あ、福井県だ。すげえ。おー、もう福井県だ。で、大野市ですね。あ、ちょっと天気がある。あー、雨当たってくんだ、こっち。あらあら。